ラングゲンスは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ギーセン軍に属す、町村である。ラングゲンスの町は、ギーセンの南約10キロメートル、ブッツバッハの北約10キロメートルに位置している。この町は、地形上、東部地区と西部地区に分けられる。西部のエスパー、クレーベルク、オーバークレーンは、丘陵地で森に覆われたダウヌス山地の北の市脈に、一致しており、東部のラングゲンス、 ドルンホルツハウゼン、ニーダークレーンは、ベッテラウ北部からギーセンボンチに至る移行地域に位置している。すべての集落はクレーバッハ川の流域にあり、ラングゲンスとエスパを除き、集落内をクレーバッハ川自身が流れている。エスパはクレーバッハの谷の端に位置している。クレーバッハ川はエスパのふもとで流出する。ラングゲンスはクレーバッハの谷の外側にある。 唯一の集落で、クレーバッハ川ウガンの支流であるゲンスバッハ川沿いに一致している。長域の最も長い軸長は、約14.6キロメートル、最も狭い箇所は2.2キロメートルである。ラングゲンスは、北はリンデン、東はポールハイム、南はブッツバッハ、南西はバルトゾルムス、西はシェフェングルン島及び、ヒュッテンベルクと境を接している。 ラングゲンスは、クレーバッフ派、ドルンホルツハーゼン、エスパ、ラングゲンス、ニーダークレーン、オーバークレーンの6地区から構成されている。ヘッセン州の市町村再編に伴って、1977年1月1日に、旧ベッツラー軍のクレーベルク、ドルンホルツハーゼン、エスパ、クレーンハイムと、旧ギーセン軍のラングゲンスが合併して新たな自治体、ラングゲンスが成立した。 ラングゲンスの町役場2011年3月27日の選挙後、ラングゲンスの町議会は37議席で構成されている。1995年6月1日から町長を務めるホルスト・レイリヒは2012年12月2日の選挙で59.7%の票を獲得して4期目の再選を果たした。この選挙の投票率は50.8%であった。 レイリヒは2019年5月31日に市長から引退した。2018年10月28日の選挙でマリウス・ロイッシュは60.9%の票を獲得して町長に選出され、61年間続いたスピードによる町長独占を阻んだ。ラングゲンスは以下の自治体と姉妹自治体の関係にある。近似に緑のクローバー。 その上部にクリップを上に向けて斜めに交差した2本の赤い剣が描かれている。アウトバーンに A485 号線はラングゲンス近郊を起点としている。町内を連邦道 B3 号線とマインベーザー、鉄道が通っている。ラングゲンスはラインマイン交通連盟に属している。ラングゲンスの町域西部にドイツポストのギー線、ミッテルヘッセン地域を管轄とする。 ブリーフセンター35が存在する。オーリーシェスハウスニーダークレーン採石場の東にあるベールホルツの森の一部やクレーベルク近郊のキュンメルベルクの一部は自然保護区となっている。ありがとうございます。